ヤリノホクリハランは、単葉をつけるシダ植物の一つ。ヤリノホクリハランチンはシダ植物門、裏星界は人で属の植物。地上性で単葉をつける。根茎は細くて長く、横に肺、輪ペンがある。まばらに葉をつけ、葉はやや立ち上がる。葉にはやや苦手があり、全体の形は、ほぼ同じながら、胞子葉が細くて、背が高い。 葉は栄養用で長さ20から40センチメートル、約半分が傭兵である。傭兵の基部より上には、はっきりした翼があり、腰心まで次第に広くなる。腰心は非身型で、先端はやや突き出す。基部近くで幅広くなっていて、急に狭まるが、そのまま傭兵の翼へダラダラ続いてしまうので、区切りは、はっきりしない。葉は薄いが、 やや硬い紙質で、表面には、艶があり、新緑色をしている。栄養用ではその表面は、ほぼ滑らかだが、胞子用では、脈が、ややはっきり突き出す。胞子の群は、細長い線形、主脈の両側、側脈の間にあり、配置面に並ぶ。森林内の湿った地上に生える。渓流のそばなどに多い。稀に岩の上や樹皮に登る。日本では、 九州南部から琉球に、国外では、中国南部、インドシナ、台湾に分布する。名前は、歯の形が、槍の穂先に似ている、栗原の意味である。日本の岩人で属で単葉のものとしては、本州南部から南に分布する、新天浦星エッジ、伊藤と、一つ梅は人で田川がある。これらは、歯の形に、やや変化があり、完全な単葉のものから、 陽神の基部付近から左右に大きな突起状の裂片を出すものまである。前者は、非神経でなく歯の中央で一番幅広いことで、後者は、表面の容脈が不明瞭な点で、槍のほくりはらんとは区別される。ただし、これらは、槍のほくりはらんか何かの考察種ではないかとの説も、あるらしい。台湾クリハランプレッスルは、南西諸島に、稀な種で、 奉仕のお軍が、レギレになっている点で異なっている。他に、ヘラシダルや、大谷渡りなど、茶泉シダ族にも、単要の種があり、それらの奉仕のお軍も線形だが、宝幕がある点で、見分けがつく。ありがとうございます。